オッソ4オッソの模式図1975年6月8日に、ケープカナベラルからデルタロケットで打ち上げられるオッソ8、太陽観測衛星は、主に太陽の研究を目的とした、アメリカ合衆国の9機の人工衛星の名前である。8機は、1962年から1975年の間にデルタロケットを用いて、アメリカ航空宇宙局によって成功裏に打ち上げられた。 第一のミッションは、11年の太陽周期を、紫外線と X 線で観測することであった。最初の7機 o s ソ o 1 OSSO2、OSSO3、OSSO4、o s ソ o 5 OSSO6、o s o 7は、当時は、ボールブラザーズリサーチ、コーポレーションとして知られていた、ボールエアロスペーステクノロジーズで作られた。o s ソ o 8は、ヒューズスペースコミュニケーションズカンパニーで、 製造された。シリーズすべての設計に回転部分である、ホイールがあり、ジャイロ安定性を与えている。もう一つの部分は、ホであり、ホイールの回転に逆らって、電気的に推進し、太陽を向いた方角で安定する。ホは、観測機器を太陽の方向に向け、また、太陽電池アレイが宇宙船に電力を与える。ホイールとホの間のベアリングは、 設計の最も特徴的な点で、潤滑油なしでも、真空の過酷な環境で数ヶ月間は滑らかに運用できる。また、穂からの電力と機器からのデータを宇宙船の多くの機能が収容されているホイールに送る。ホイールには、追加的な科学機器も搭載され、通常は回転半径ベクトルを観測し、毎秒ごとに太陽に向けている。 他の多くの NASA のプロジェクトと同様に、オッソでも、打ち上げ前には、文字の符号だけが与えられ、軌道への投入が成功して、初めて番号がつく。そのため、オッソ1はもともとは、オッソ a と呼ばれており、その他の衛星もオッソ b オッソ c オッソ d オッソ e オッソ f オッソ g と続き、オッソ o がオッソ8となった。オッソ j は計画されていたが、打ち上げられなかった。 ありがとうございます。